初めましての方も、いつもましての方も、どうも、ポンチーです。よろしくお願いします。イエーイ。 私はですね、日本生まれ日本育ちのベトナム人です。もうパッと見全然ベトナム人じゃないとか見えないとか言われることが多いんですけど、まあ両親、お父さんもお母さんもどっちもベトナム人なので、まあ生まれた時からもちろんベトナム人で、感覚的にはもうずっと日本に住んでて、日本で生きてるので、まあ日本人な部分、日本人寄りではあるんですけど、まあ中身はベトナム人です。 でベトナム語も全然喋れます。で、私は15歳の時からこの世界に入って芸能活動させていただいてるんですけど、まあもともと芸能界に入ったのは、ちょっとネクラだった自分を変えたいと思って入ったのがきっかけだったんですけど、やっぱりこう、なんだろうな、こう外国人であるっていうコンプレックスだったりとか、ベトナム人である大変さだったりとかを結構ちっちゃい頃から感じてるところとかもあったりしてたんですけど、なんかそれを結構マイナスに感じてる自分がいたんですけど、芸能界に入ってから逆にそれがすごくプラスになることなんだなっていうのを周りの方からいろいろ教えてもらったりとか、自分で身に染みて感じることが多くて、あ、私この芸能界で、まあ、自分の夢を追いながらも、いつか日本とベトナムの架け橋になれたらいいなと思って、普段活動させていただいています。ベトナムはですね、結構いろんな方に「おすすめ料理は?」とか、「旅行行くならどこがいいの?」とか聞かれることが多いんですけど、正直言うと一言じゃ無理です。 もちろんベトナムに行ったら全部行ってほしいですし、ベトナムの美味しい料理全部食べてほしいですし、もちろん人ともたくさん触れ合ってほしいですし、そんな一言にこう、これですね、あれですねって言えないので、まあ、今回また心機一転 YouTube を始めさせていただけることになったので、この YouTube チャンネルを通して皆さんに一個一個でもね、少しずつでもいいので、ベトナムの魅力をお伝えできたらいいなって思っております。一人喋りすることあんまないんで、全然不慣れなんですけど、まあ、私なりに皆さんにベトナムの魅力を一つ一つお届けできたらいいなって思いますので、末永くチャンネル登録してみていただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ私なりにざっくり、なんですけど、3つだけベトナムのいいところを言いますと、まず1つ目は世界遺産がたくさんあること。もちろん、まあ、ホーチミンもそうですし、ハノイも皆さんご存知だと思うんですけど、ダナンだったりとか、ホイアンとか、フエとか、もっとベトナムには中部の方にも素敵な街がたくさんありまして、もちろん素敵な世界遺産もありますし、もう1日じゃもちろん回りきれないんですよ。もうそれくらい本当に世界遺産がたくさんあって、その世界遺産も一つ一つ超説明したいんですけど、ちょっと長くなっちゃうんで、まあ、それおいおい皆さんにまた紹介します。2つ目、もちろん美味しいベトナム料理です。結構ね、これがね、日本にいるとすごいベースの生春巻きだったりとか、揚げ春巻きとか、あとフォーとか皆さんご存知だと思うんですけど、私は何よりももっと深く言ってほしいのがベトナムの家庭料理なんですよ。で、ベトナムの家庭料理にもベトナムの角煮とか、もちろん空心菜とかもそうなんですけど、いろいろあるんですけど、本当に家庭料理まで行ったらそれはもう真のベトナム通になります。もうそれも本当にもうフォーとか揚げ春巻きとか生春巻きでもうとどまって、じゃあもうベトナム好きとは言えないですね。 それは本当にまだ全然浅いので、もっと深いとこまで美味しい料理をいっぱい食べてほしいなって思うので、それも紹介したいのと、 いっぱいあるんですよ本当に。3つ目は女性、ベトナム女性ってめちゃめちゃ強いんですよ。もうベトナムの男性ってほんと頼りなくって、もうベトナムに行ったらわかると思うんですけど、ハンモックでめちゃめちゃ寝てる男性多いんですよ。で、女性はせかせかと洗濯したりとか、なんかこう料理作ったりとか働きに出てて、でもそれほんと家庭を守る、もう言ったらベトナムのもう大黒柱って言っても女性なんですよ、男性じゃなくて。もうほんとね、私もお父さんもよくお母さんに怒られてね、よく見るんですけど、もう女性が何と言っても美しいのと強さ、その女性のおかげでベトナムは成り立ってるんだよってところを紹介したいです、これも。あとはですね、でも3つ言っちゃったんですけど、
といっぱいあるんで、もうこの動画、このチャンネルを通して皆さんに本当どんどんもっと深いところを紹介していきたいなと思います。イエイ足りなかった3つじゃん。あ、もう OK。